ですね、あのマイナビ女子オープンでこう里見女流にこう当たるとなった時は本当にあもう1回戦でまた負けるんだなと、はい、ちょっと思っていたところはあったんですけれど、あそうですね、あの実際勝つことができて本当にたくさんの反響をいただきまして、やっぱりあの時はすごく嬉しかったですし、やっぱり1年経って見て、もう一度やっぱり大物と言われる方々をやっぱり倒していきたいなという思いはどんどん強くなっています。いえ、あのざっくりとあの構想は序盤の構想を考えていったんですけれど、あのあたりはもう研究とかではなく、あの対局中に発見した筋で、まあ、うまくいくかは五分五分だったんですけれど、まあ、6六銀を打てればペースはつかめるのではないかなと思って、こう自信を持って打った一手でした。そうですね、あの局面は本当に6六銀と打つか、こう5五歩とこう柔らかめについていくかの二択ですごく迷ったんですけれど、はい、やっぱりあの6六銀というやっぱり強い手を指さないとやっぱり里見女流は倒せないと思って、こうやはり自分の読み筋を信じてこう実現していかなければならないと考えていたところでした。確かになかなか実現しない、うん、やはりこう終局後の反響が本当にすごくて、こう普段あまりこう連絡を取っていないこう将棋の友人やお世話になっている方からも、あの里見女流を倒したということですごくあのおめでとうという言葉をいただいて、本当にやっぱりこう応援してくださっている方が本当にたくさん いるんだなということを感じましたし、やっぱりその方々に向けてもっと自分の将棋を見ていただけるようにもっと頑張っていこうと、はい、思いました。そうですね、初めてこう藤井さんと対局をしたのは彼がまだ幼稚園児の時だったんですけれど、そうですね、私は藤井さんのことを当時は知らなかったんですけれど、こう大会に行った時に周囲の友達だったりが、あの藤井くんが来ているよみたいな、藤井くんが大会に出てるっていうのを言っていて、こう藤井くんって誰とこう聞いた時に、なんか幼稚園児ですごく強い子がいるんだよと言っていて、それで知りました。でその時に、まあ、まさか自分が当たるとは思っていなかったんですけれど、まあ、実際に対局をして、やはりこう幼稚園児なのにこうすごく指し手がしっかりしていて、こう驚いたのを今でも覚えていますし、負けると泣いてしまうっていうことは聞いていたんですけれど、終局した後になかなかこう泣かなくて、あれ聞いていた話とちょっと違うなと思って結果報告に行ったんですけれど、結果報告をして後ろを振り返ったらすごく泣いていて、あ、やっぱり本当だったんだと思って。そうですね、こう何の大会だったかはもうあまり覚えてないんですけれど、中日新聞社でこう行われた何かの大会でして、小学生のクラスなのか、こうアマチュアのこう ABC などで一番下のクラスだったのかはあまり覚えていないんですけれど、本当にあの時に藤井さんとさせてこうエピソードができてよかったなと思っています。そうですね、まだ小学生の藤井さんと私が多分6個違いぐらいですので、私が小学校の高学年ぐらいだったかなと思うんですけれど、まだアマチュアの初段ないぐらいでしたかね、まだ級位者だったと思います。いや、それが全然覚えていないんですけれど、でも藤井さんは幼い頃はずっと棒銀しか指していなかったので、多分藤井さんが棒銀を指していたんだとは思います。そうですね、あの女流棋士を目指、女流棋士になった時からこう目標だったり憧れだったりにこう名前を挙げさせていただいているのは、あの加藤桃子女流三段です。そうですね、こうもう一度こう女流棋士を目指そうと思ったきっかけが、あのマイナビ女子オープン の加藤女流と上田女流のタイトル戦をこう見たことが、もう一度女流棋士を目指そうと思ったきっかけでして、加藤女流のこう上田女流 の, あの
振り飛車穴熊に対してあの加藤女優がもう本当に鋭い踏み込みでどんどん踏み込んで決めに行っていくというあの対局が多かったんですけれど、まあ、その鋭い踏み込みを見てすごくかっこいいなと思ってすごく憧れを抱いて、今までこう好きな棋士は好きな女流棋士はと聞かれた時に特にあの挙げる先生もいらっしゃらなくて、まあ、自分が将棋を好きだからこう指していたんですけれど、まあ、初めてこう憧れの先生ができてこういう風になりたいこういった将棋を指したいと思ったのが本当に初めてだったので、まあ、ずっともうそれから目標にさせていただいてます。そうですね、あの加藤女優とはそのマイナビ女子オープンの本戦でこう対戦する前に一度公式戦で当たっていたんですけれど、まあ、その時はあまり内容が良くなく負けてしまっていたので、まあ、今回は負けるにしても、まあ、すごくいい内容の将棋を指したいと思っていて、まあ、いろいろ研究していったんですけれど、私が公式戦でこう7六歩6六歩の出だしを指すのがこう初めてでしたので、まあ、加藤女流がそれを見てあの居飛車党なんですけれど三間飛車にこう振られた時にはもうすごくあの楽しいと思って、まあ、真剣勝負なんですけれどすごく将棋が楽しくって、まあ、今まで、まあ、女流棋士になってから5年ほど経つんですけれど今まで指した公式戦の中であの対局が一番楽しかったなと思って、本当に行って行って考えるのも楽しかったですし、まあ、加藤女流がこう私の研究をこう警戒して飛車を振ったのかなと思ったのなんかちょっとやってやったぞと言った気持ちもありましたし、まあ、本当に加藤女流が三間飛車に振ったのを見て本当になんか顔がにやけてしまって、当時あのマスクつけていたのであのセーフだったんですけれど、マスクしてなかったら本当にニヤニヤしているのがすごく相手に伝わってしまっていたなってようなぐらいで、あの時は本当に私も居飛車を指すのかそれとももう相振り飛車にして もっと楽しもうかすごく悩んだんですけれど、でもやっぱりちょっと勝ちたいっていう気持ちもあって得意の居飛車の方で指したんですけれど、本当に行っていって今でもすごく楽しい、振り返ると楽しかったなと思いますし、やはりああいった将棋を指すためにやはり女流棋士になったんだなと思って、あの時は本当に負けてしまってもちろん悔しいんですけど、それよりも本当に楽しかったといった思いがすごく強かったです。でもやっぱりこう指していてこうワクワクするこう楽しい将棋が理想ですね。やはり将棋は楽しむことが一番だと思っていて、やはりまあ、プロですので、まあ、楽しいことばかりじゃないですし、まあ、どうしてもあの将棋をしていて苦しい面辛い面も付きまとうものなんですけれど、やはり一番は将棋を楽しむ目の前のこう一手一手を楽しむことが一番だと思っていて、まあ、そういった将棋を、まあ、プロの人生を通してもたくさん指していけたらと思っております。そうですね、やはりタイトル戦に出場されている女流棋士の方がこうかなり固定されてしまっておりますので、やはりそこに穴を開けてやりたいという気持ちは大いにあるんですけれど、まあ、まだまだ自分の実力ではまあそこに到達できないので、まあ、しっかりとまあこれからも将棋を頑張って、まあ、タイトル戦に出たいという気持ちは大きくありますし、やはり今はあの有望な若手の方々もたくさんあの出てきていらっしゃいますので、まあ、その方々にもこう負けないように、まあ、自分も頑張らなければいけないなと思っております。